こんにちは、ののかです。はい、今日は私がディレクターを務めさせていただいているシュシュールのお洋服が7月15日から販売されるということで、シュシュールの新作アイテムを使ってコーディネート紹介をしていきたいなと思います。それでは早速ルックブックスタート。まずはこちらのコーデです。黒のキャミワンピにグレーの T シャツを合わせてみました。それだけでも可愛いんですけど、少し全体的に寂しい気がしたので、今回はシアーのシャツを使ってたすき掛けをしてみました。で、このシャツとキャップをブルーで色を合わせてあげることによって、全体的にまとまった雰囲気も出るので、小物は今回ブルーで合わせてみました。結構ワンピースってワンパターンになりがちだなと思うんですけど、キャミワンピならインナーだったりとか中に着るトップスを変えてあげるだけで、結構いろんな着こなし方だったりとかレパートリーが増えるので、キャミワンピおすすめかなと思います。2つ目のコーディネートです。今年流行りのジレを使ってコーデを組んでみました。夏に黒って結構重たい印象になりがちなんですけど、パンツは白にして重たい印象にならないように意識しました。中に着るものを明るめにしてあげれば黒でも大丈夫かなと思います。で、ベルトはダークブラウンの細いベルトを使ってあげることでメリハリが出るようにしました。で、この黒縁メガネも今っぽくてお気に入りのアイテムです。で、サンダルは今回黒にしたんですけど、このサンダルがめちゃくちゃ履きやすくて超おすすめです。厚底なので身長も盛れるし、カジュアルコーデに合わせやすいので、私的にとてもおすすめのサンダルになってます。こちらは1つ目のコーデで紹介したキャミワンピの色違いなんですけど、今回はボーダーのトップスと合わせてみました。で、最初に紹介した黒のキャミワンピの時はキャップと合わせたりとかしてカジュアルめだったんですけど、今回は女の子らしいコーデにしてみました。今年すごいボーダーが流行っているなっていう印象で、私もよく普段から着ています。このキャミワンピースなんですけど、フレアなので広がりがすごく綺麗 でゆとりもあるのでめちゃくちゃ楽ちんです。で、生地もすごく気に入っていて、薄めの生地なので本当にこの暑い夏に最適だなって思います。丈感は157センチの私が着てこれくらいの長さです。そして最後のコーデ紹介になります。今回はベージュのジレを使ってワントーンコーデにしてみました。全体的に結構淡い色なのでカバンはブラウンにしました。で、このカバンもシシュールのカバンなんですけど、私めちゃくちゃ愛用していて、小さい割に500のペットボトルも入るし、それと別にお財布だったりとかキーケースも入ったりとかして、結構いろいろ収納できるので普段からとても愛用してます。で、別でベルトもついていて、ハンドバッグとしても使えるしショルダーバッグとしても使えるのでめちゃくちゃおすすめです。はい、このジルなんですけど結構オーバーサイズなのでメンズでも着れちゃいます。カジ君がそれめっちゃ可愛いねって言ってくれて、俺も着たいって言ってくれたのでカジ君も着てみたんですけど、いい感じに着れていてめっちゃ可愛かったです。夫婦になっても結構お揃いして、ディズニー行ったりだとかペアルックとかしたい人なので、なんかそういう彼氏彼女でお揃いで着たりとか一緒に兼用して使ってあげたりとか、そういうのもありかなと思いました。はい、というわけで今日は
7月15日から販売されるシュシュールのお洋服を使ってコーディネートを組んでみました。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。